コンチャス。どうも、なぐみです。コウくんです。なこなこです。チラ、はい、ということで今日は、はい、キミラルックをご紹介していきたいと思います。イエイ。はい、ということで、はい、今回じゃん、こちらのナイキさんの靴に合ったシミラーコーデを3つご紹介していきたいなと思います。よっテンション高今日来ました。よいしょ。何なんで、まあ、今はおうち時間がやっぱりどうしても長くなるっていうことで、うん、そうやな。そう、このおうち時間をポジティブに捉える。ポジティブに捉えた結果、はい、もっと新しいおしゃれを追求していこうということで。なるほど。普通に外に出れるようになったら、はい、今までよりおしゃれで明るく、そしてアクティブに、アクティブに遊びに行けるようにコーデを考えて、初のシミラールックコーデをご紹介したいと思います。はい、ということで早速やっていきたいと思います。よし、行こうか。ギョン。はい、じゃあまずは白黒のちょっと大人っぽいシンプルめなシミラールックです。はい。で、上は白黒にした分、ちょっとこうやって靴をカラフルにしてアクセントを入れてみました。確かに、まあ、いつもとはちょっと違う雰囲気で大人なナコナコっぽい感じです。私は上が白のジャケットで下に黒いフレアパンツと、コウくんは上がブラウスで下は黒の短パンを履いてます。はい、はい、次は全体的に明るい雰囲気にしてみました。はい。靴にピンクっぽい色が入ってるから、うん、服もピンクで統一感のある感じにまとめていい感じにしてみました。確かになんか結構可愛い系やんな、さっきとは違って。う、うん、でこれで結構その花見とかも行きたいなと思ってて、もう桜っぽいもん。そう、もう遅いねんけど。でもユニバとかもなんかちょっと明るい感じやからデートとかにも向いてるかなみたいな。そうやな、そういうデートスポットに向いてそうやな。そうで、これでちょっとランチとか行ったりして、うん、インスタ映え狙います。はいはい。でラストはちょっとラフな感じにしてみました、うん、はい。まあ、ブランの散歩にもこのスニーカー履きたいなと思ったから、まあ、ちょっと動きやすそうな服とか、うん、あとはまあ白の統一感と、まあ、カーキっぽい感じで合わせてみました、うん、いいな、なんか大人っぽい。そうやな、これも結構大人っぽいかも、うん。でやっぱりブランの散歩は動きやすさと、まあ、歩きやすさが一番やから、それに尽きる。もうこの服装がベストかなと。はい、ベストコーディネーション。ベストコーディネーション。ほらもうコーデがぴったりやから、ブランもいつもより尻尾がもう取れそうになってる。お前らそのコーデ合ってるやんって。楽しそう。いやー、ブランかわいい。はい、ということで、はい、私たちのシミラーコーデいかがでしたか？なんかシミラーコーデとかペアルックコーデっていうのを、うん、今まで YouTube で撮ったことなかったから、そうやな。そう、結構なんか新鮮な感じで見ていただけたかなと思います、うん、はい。今回動画で履いていた靴がこちらです。じゃーん、エアバックス200です。はい、まあ、今回結構いろんな服に合わせてみて、うん、はい、結構ポップな明るめの服とか、うん、あとは大人っぽいコーデとか、うん、あと今みたいにちょっとラフな、まあ、ブランのお散歩の時とかのコーデに合わせてみたんですけど、はい、この靴がすごいカラフルで色味が多い靴やから、うん、まあ、いろんな服にすごい合わせやすくて。確かに。しかも色味が結構明るめ、うん、コウくんのもやし明るめやから、まあ今とかこれから、まあ、春夏にすごい合いそうな靴です。はい。でなんかブランの散歩行く時とか、うん、エアマックスやから、うん、中に空気が入ってるから、そうやな、ここにな、全然疲れへんねん。そうそうそう、めちゃくちゃ歩き疲れへん、歩きやすい、ほんまにね。たまにやけど、うん、もう休憩の時にこっから酸素吸ったりしてんねんけど。こっから、うん、あ、そういう酸素入ってんの。ここ酸素やで。めっちゃ便利。いや、山登る時とかも吸いながら行けるから。あ、これ酸素ボンベになってんの。そう、シコーって。めっちゃいいな。でダイビングとかも今度行きたいなと思ってます。で他にもこういう黒とか白の、うん、まあ、ちょっとシンプルめな、確かに履きやすいな、そう、スニーカーとか、うん、黒やけど、うん、ワンポイント、いや確かに2、3ポイント、うん、あのバスケのシュートな。
まあ3ポイントぐらい、ちょっと色味が入ってるから、うん、シンプルやけど、ちょっとこう、ポイントに色が入れれたり、かわいい。あとはこれも白黒やけど、これも1、2、3、3ポイント。緑ま？まあ、3ポイントとか、まあ、色味が結構入ってるから、うん、シンプルやけど、うん、シンプルかつカラフル。確かに。難しい、難しい。分かれて分かれて。でも、そのシンプルやけど、なんか可愛く着れるというか、うん、まあ、こんな感じで他にも、いろんな色がたくさんあります。はい。はい、で、このエアマックス200は、はい、ハイブラントパックっていうシリーズみたいで、うん、こういうカラフルで、うん、ポップなエアフォースワンとか、他のモデルも、はい、まあ、メンズとウィメンズで、どちらもあるみたいなので、はい、ぜひチェックしてみてください。はい。今回、はい、こちら ABC マート GS さんから提供していただいたんですけど、うん、はい、もうほんまにおしゃれで可愛い靴がいっぱいあるので、ぜひ概要欄からチェックしてみてください。お願いします。まあ、とりあえずおしゃれな靴がもういっぱい種類あるから、もう行けば間違いなし間違いなしで、さらに、うん、まあ、結構靴屋さんのイメージやけど、うん、実は服もたくさん売ってます。マジマジ。もうほんまにコロナがもうちょっと落ち着いたら、もうデートで行けるやん。デートで、そう、デートスポット、うん、デートスポットトッポギ。まあデートスポットに最適やん。確かに、それもトッポギやわはい、ということで、まあ、皆さんもぜひ、はい、まあ、カップルであったり友達であったり家族であったり、シミラールックコーデしてみてください。はい、ということで今日の動画はこれで終わりたいと思います。今日も動画見てくれてありがとうございました。この動画がいいなと思ったらグッドボタンとチャンネル登録お願いします。じゃあ次の動画でバイバイ。ちょっとなんか息苦しいな。息苦しい、あ、やばい、あ、飛びそう。あ、パンパンパン。わからん。